槍ヶ岳山荘の一大場見岳から望む槍ヶ岳山荘。園形は、立山槍ヶ岳山荘は、岐阜県高山市奥飛騨温泉郷三坂、北アルプスの槍ヶ岳の南側の山頂直下の方に、ある大規模な山小屋。中部山岳国立公園内にある。玄関2019年現在、ほかり工事が経営している。 先代である父のホカリサダオは、山岳写真家としても著名で、1986年には、山小屋友好会会長に就任し、翌年に、環境庁長官表彰を受けるなどしたが2017年に死去した。収容人数は650人で、北アルプス南部では、最大規模の山小屋だが、北アルプスの北部の白馬岳の山頂直下には、 収容人数1200人のさらに大規模な白馬山荘がある。槍ヶ岳山町から望む槍ヶ岳山荘園系は、笠ヶ岳平成23年度現在の山小屋の初データとは以下である。山小屋では雨水と雪解け水を利用しており、一般客用の入浴施設はない。山小屋の電気はすべて自家発電で賄っている。 抜け戸岳から望む槍ヶ岳周辺の山槍ヶ岳から望む北鎌土っ槍ヶ岳山荘は長野県松本市渦橋にある槍ヶ岳観光株式会社によって運営されている。同社の関連会社として槍沢ロッジ及び槍沢小屋を運営する有限会社槍沢小屋南岳小屋を運営する有限会社南岳小屋 大天井ヒュッテを運営する有限会社、大天井ヒュッテがあり、以上4社で、やりがたけ3層グループをなす。ありがとうございます。